学校に行って練習をして、お昼ご飯を食べて練習をして、夕ご飯を食べて練習をするという2年間の練習を繰り返した結果、ここのボール落ちなくなりました。なかなかその代わりテストの成績が落ちました、ね、こういう大人になってはいけないぞという空の教訓です。で最後5個やって終わりにしたいと思います。いきます、ポンポン、あっちありがとうございます。いやちょっとでもちょっと手元が落ちかなかったんで、あと1個おまけの芸だけやって終わりにしたいと思います。おまけの芸、もう1個お手玉になってしまうんですけど、おまけの芸、道具のお手玉いきたいと思います。道具のお手玉、よっ、はい、あ、大丈夫だ、分かります。今5個投げて3つ投げたぐらいじゃあんまり盛り上がらない、なんかよく分かります。なんでここで座ってみてるお父さんに持ってもらって、ここからお父さんが何かなって僕がお手玉して、これで終わりにしたいと思います。何か、あ、投げてもらって、この練習で、あ、ごめんなさい、回転してるに、回転してるに優しい感じでふわっと、こうですね、それで練習しますね。じゃあ3、2、1といったら、この辺めがしく投げて僕がお手玉して全部終わりです。じゃあそれでは3、2、1、まだ練習です。あ、回転ないようにいったらふわっとこんな感じで無回転でお願いします。それじゃあいきます、最後です、いきます、大丈夫ですか皆さん、最後いきます、せーの、3、2、1、いきますよ、いきますよ、だって安定したい、安定したい、頑張って、あー、なんとか安定しました。でこれがリハーサルです。本番いきます、本番、お父さんじゃあさらに手伝ってもらって、ちょっとこれ持ってもらって、いつか今みたいに回転使わないようにまっすぐできたら、歯をですね僕の方に向けないようにお願いします。これジャグリング用のナイフなんで切れません、ただし刺さります、要注意でお願いします。本当最後これやって終わりにしたいと思います。もう最後なんで、よかったらせーのと言ったらみんなで3、2、1を一緒にお願いします。最後いきます、じゃあお父さん、いいですかね、さっきの練習通りでふわっとお願いします。さっきちょっと重いんで要注意でお願いします。それでは最後いきます、いきます、せーの、3、2、1、わー、ずるずる。じゃあ今のがリハーサルの後のゲネプロです。本番いきたいと思います。よし、もう一回だけいきます、せーの、3、2、1、ナイスナイスナイス。日本には便利なことわざがあります。3度目の正直、3回やれば何でも大抵うまくっていうことわざです。なんで3度目の正直でいきたいと思いますが、今誰ですか、大人の方で2度あることは3度あるという言葉を頭に思い浮かべた人は、それを下も回らなくなってきたんで、おさっさとお待ちしたいと思います。いきます、じゃあ小野さん、すみません、最後までよろしくお願いします。いきます、じゃあせーの、3、2、1、オッケー、じゃあ前向いて、あー、ちょっと、まあいいや、できたことにして最後のキャッチいきます。最後のキャッチ、すいません、おーやばいね、最後のキャッチいきます。あっ、ちょっと待ってね、最後にやらせてください、最後のキャッチ、あっ、オッケー、ありがとうございました。じゃあ以上で僕の名前だけ最後に紹介させてください。僕の名前、大道芸人の A ちゃんと言います。今日大高で口公園借りて大道芸やらせてもらいました。本当にこんなにたくさんの人に集まってもらえると思わなかったんで、ちょっと緊張しすぎて手元が思いつかなかったんですけど、まあ、最後まで楽しんでいただけたらそれが一番嬉しいです。本当に最後までどうもありがとうございました。